ここの肉が当たっちゃうんですよね。で、なってくれないみたいな。もうだから俺もこう、なんていうの、もうこの、こう手首前出して、もうこの小指の付け根がすごいこう、指板より前に出てる状態で、要はだからもうここが当たりようがないところから押さえに行くっていうやり方をしないと多分無理。もともとクラシックギターの練習なので、クラシックギターの人ってもうこんなことするんだよね。だからエレキギターでこういう風にすることはまずないと思うけど、手首ちょっと回したら届きますよみたいなところが、まあ、学べると。言ってもそんな言うほど手のでかさ変わらないと思うので、俺別に全然手大きくないから、どこら辺で抑えるとかいうよりかは、まあそれは別になってもなんでもいいけど、とにかくねこの第一関節を伸ばすっていうのがポイントですね。第一関節を伸ばす、こう折れて折れて してると絶対この付け根がここら辺にあるのよ、はい、でこれを近づけようと思ったらこれをこうやって近づけるわけ。あともう日本固定ですよ。日本固定です、問題は。こっからなんですよね。いやほんまそんな感じ。そうもういいよそれで。でもそうやってやっていくんですよ。やっぱり普通のエレキギター弾いてる時にありえないような、もうこの手の甲を前に送り出してっていうやり方をするかな俺も。それあじゃないとも絶対届かないのでっていうのと、あと これもやっぱりこの第一関節ね、伸ばし気味、このそうそうそう、こっちも とにかくこうやっぱこれでこう前に出てしまう、あの6弦の方に近づいてしまうので、そうじゃなくてこうとか、あと慣れないうちはやっぱこの1弦の方先置いて、でこれこう伸ばしたりいろいろ調整して、これをグーッと押さえにいくみたいな順番でやるといいかな。これをこう、これをあの体勢に持っていくのは無理なので、こっち押さえてから、うん、先に1弦の方を固めてから6弦弾きに行くっていうやり方がいいかも。なるほど、見せとこう、こう来て、こう、そうそうそう、